ワールドワイドスタジオメディアモレキュールメディアモレキュールは、イギリスのテレビゲームの開発会社。プレイステーション専用ゲームの開発にあたる、ソニーインタラクティブエンタテインメントの子会社で、シェンワールドワイドスタジオの一つである。主に、アクションゲームの開発を行い、リトルビッグプラネットシリーズなどを手掛けてきた。2006年1月4日にイギリス、サリーにあるギルフォードで設立した。 プレイステーション3専用タイトル、リトルビッグプラネットの発売後、2010年3月2日にソニーコンピュータエンタテインメントに買収された。2008年リリースのメディアモレキュール開発第一弾となった、プレイステーション3タイトル、リトルビッグプラネットは、著名、レビューサイトメタクレッティックで95点を取るなど、高評価を得ている。スばい後、リトルビッグプラネット2を発売した。 メディアモレキュールの明るくフレンドリーな雰囲気の新オフィスにはバーベキューセットを備えたテラス、ドリンク、フードが用意されたキッチン、おしゃれなコーヒーマシン、卓球台、そして最新鋭のレコーディングスタジオなどが完備されている。2012年8月ドイツで開催されたゲームズコムでプレイステーションビータ専用ソフトウェアテレウェイが正式発表された。 ありがとうございます。